アポロンさんは神すぎる。おや、何やら今夜は町の様子がおかしいですね。珍妙な衣装の人間が我が物顔で往来を練り歩いている。ハッピーハロウィン、フォー。ハッピーハロウィン、フォー。ということがありまして、ハロウィンハロウィン連呼する男に突然抱きつかれました。おかげで仕事帰りの疲れが倍増です。へえ、はっちゃけてんな。はっちゃけると初対面の僕に飛びついてくるんですか？異常ですね。ハロウィンは陽キャの祭りだからな。そういうこともあるだろう。ハロウィンは収穫祭では？この国のハロウィンはなんつうか独特なんだよ。独特、バカ発見機という感じでしたが。その通りだぜ。的は収穫祭のはずなんだけど、パリピコスプレパーティーになってるのが現状だ。確か地獄の使者に扮する祭りでしたよね。せっかくですし、彼らに本場の地獄というものを教えてあげません？何お前、暇なの？はい、奇遇だな。俺も暇だった。というわけで、ディオニュソスには地獄の番犬ケルベロスに化けてもらったわけですが。うん。おやおや、相変わらず変化がお上手ですね。変化なら任せておけよ。演劇の神だからね。素晴らしい。いつ見ても首が3つもあってお得な感じがする犬です。では早速出かけましょう。人間どもにトラウマを植え付けますよ。じゃあ首輪とリードをつけてくれ、ヘルメス。急に性癖を暴露されても困るのですが、気持ち悪いですね。俺の趣味じゃねえわ。共用廊下に出るとき、犬は首輪とリードをつけろってマンションの利用規約に書いてあるんだよ。ああ、そうでしたか。これは失礼。では、つけましたよ。よし、行くぞ。待て、引っ張るな。出口小さくて出られねえ。おやおや、体が大きすぎて玄関を通れそうもありませんね。一旦変化を解くわ。再変身は外に出てからにしておくか。おい、なんだよヘルメス、複雑そうな顔して。いえ、首輪をつけたまま元に戻るとは思っていなかったもので、今の状況を見られたら誤解を受けそうだなと。お？おお、何のプレイ中だって感じだな。ええ、完全にプレイですよねこれ。完全にプレイではないか。アポロの君、お前いつからそこに？今マラソンから帰ってきたところだが、ずいぶん、いや、いい。ヘルメス、そなたの趣味ならば私は何も言うまい。いえ、何かしら突っ込んでいただかないと訂正もできないのですが。ではなかなかいい趣味をしているではないか、マゾニソス。その呼び方やめろ。今日がそがれたので出かけるのはやめましょうか。アポロンさんは神すぎる。ご視聴ありがとうございました。ラビパチャンネルご登録よろしくお願いします。